着きました。本当は朝神奈川で萩さんとかガチオとか山口さんと一緒に車で予定だったんですけど、残念ながらちょっと諸々の事情で一人新幹線で夕方移動してきました。今時間が5時28分で、5時35分発のバスに乗って、マダラオ高原ホテルの近くの方まで行って、でそこから、なんだっけ、レストランハイジがスタート会場なんで、スタート6時半なんで結構ギリギリなんですけど、まあそれに間に合うようにちょっと移動したいと思います。はい、行きます。さあ今レストランハイジに向かってます。車で来ればよかった着くかと思ったら結構長かった。やばいやばい、間に合わないよ今6時20分だもん。もうこんなとこでなんか無駄に頑張ってますよあと 400m ぐらいか。やばいやばい、なさそうで持ってるんですよね。めちゃくちゃギリギリでしたよ。もうちょっと第5位川口洋介選手。まあじゃあバンスで応援と皆さんで、ね、一つじゃあ頑張ってください。お知らせというかお願いなんですけども、ご存知の方いらっしゃる。スタート3分前22度ぐらいですね。いやだいぶ涼しい、だいぶ涼しいけどやっぱちょっと湿度がある感じがするかな。まあでも霧とか出てないですね。うん、さっきほんの1時間前よりはちょっとだいぶ気温が下がった感じがするんで、ね、スタートした100マイルの選手たちは走りやすい気候になってるといいですけどね。あ、でも山の中はやっぱムシムシかな。はい、よし、ちょっと車に行って、今日はねガチオカもあるんでそこでちょっと休んだり、あとは仮眠室がねあるんで高原ホテルの中の仮眠室ねで休んだりって感じかな。とりあえずもう1時間後ぐらいに、ね、もうバンフに行って萩さんとかあのガジオ山口さんのサポートに行きたいと思うんで、まあ、ちょっと車で待機しようと思います。まあ、もう移動しちゃってもいいけどね。
カメラです。暗いな、やっぱ。あ、でもまあまあまあいける。え、また何撮りながら走った？うん、撮ってない。でもトップ撮り逃した。でも 2.5 秒ぐらい。何人ぐらい？ 3人。そう、小原さんと、あと西村さんと木村さんが行ったって。そうそう、だトップ3までが、だからもう2時間以内にもう入っちゃった。早い。去年大瀬さんだけだったのに。4番手は誰か入った。誰でしょう。違うね。違う。ああ、どうもどうも。来ました、エース。西川君も一緒だ。あ、本当だ。川内さんも。あ、このパック。このパックは。ありがとう。ありがとう。さあ、エイドイン。さあ、エイド何秒ぐらいかな。ミスったな、エイド時間が。ほれ、何秒ロスしました。エイドね、10秒ぐらい。いってらっしゃい。ナンバー。お、川内さん遅れてるよ。遅れてるよ。相方行っちゃったよ。はい、いらっしゃい。6番ぐらいまで行ったのか。丹羽さんですね。丹羽さんはさっきの3人から2分遅れぐらいか。丹羽さん、いってらっしゃい。野口さん帰ってきましたね。2時間22分か。2回目の100万早いね。サポートエリアの中ですもんね。うん、うん、あ、決まってんの？うん、決まってるはず。その多分あそこの。なるほど。はい、ちゃん頑張って。うん。はい、ちゃん。うん。うん。はい。どうします？あ、全部。全部持っていく。調子どうですか？暑い。うん。まあいいんじゃないですか？ちょうど今2時間半です。うん、ちょっと早いペースぐらいだけど、ただ暑い。あんまもうこれじゃあげるとベタベタしてる。なんだこれ、漏れてる。漏れてました、うん、まさかの。よし、給水とか足りてる感じですか今日は。あんま飲まない。うんうん、じゃあ3号場100分でやってきた。皆さん、ファイト。これこっちなんだ。よし、じゃあまあぼちぼち、いってらっしゃい、頑張って。ちょうど2時間半くらいですね。よし、次はあれかな、
ガチオか山口さんか。お疲れ様。相当、はい、慎重にいってます。慎重にいってる、いいじゃないですか。ガチオさん、はい、これそうですね、表情が相当に抑えてますよ。あ、でもね、全然いいと思いますよ、うん、順調順調。萩さんもね、2時間半ぐらいで予定通りぐらいで来てるんで。暑いっすか。暑い、うんうん、もうね、今ちょっとブルマタイプは着てないけど、とブルマだった。山の中が暑い。暑い。あ、ここでブルマだとなんか写真撮られたらさ。だからちょっと下下ろしたんだよ、ね、あ、写真撮りましょうか、一枚。え、ブルマで？ブルマで？どっちでもいいよ。あ、待って、ライブになっちゃった。もう一回。はい、行きまーす。はい。はい。はい、おー。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、頑張って。次40キロ。はい、頑張ってください。いい感じですね。まあまあ、いつもなんか いい感じだと思います。ただ、ネギスさんはやっぱ後半がいつも課題なんで。胃腸でしょ。胃腸です。胃腸がなんとかどうなるか。ちょっと水分補給を慎重にやってほしいですね、夜のうちに。頻度多めで。ガチオで2時間40分ぐらいか。頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ頑張れ。滞在長いです。ネギさん、じゃあ行ってらっしゃい。頑張って。はい、師匠。お疲れ様です。いやいやいや、どうですか。全然いいです。暑い。暑い。何もいらないんだよね、ここでは。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、ということで高原ホテル帰ってきました。今9時36分ですね。スタートから3時間半ぐらいかな。ふぅ、疲れた。ちょっとね、いい感じに眠くなる時間帯になってきたんで、3時、4時くらいまでですね、仮眠しようと思います。じゃあ、おやすみなさい。ハキさん、皆さん、頑張ってください。おはようございます。今日は9月の17日日曜日の、まあ朝っていうか、まだ未明ですね。時間は3時56分。マダラ高原ホテルで、ペーサー、100マイルのペーサーは仮眠をして、で、これから、赤倉温泉、赤倉観光協会か、の方に車をちょっと移動しまして、そこに停めて、そこから、バスで、黒姫ライジングサンホテル、ライジングホテルだっけ？はい、そちらに移動します。で、そこで、萩さんが、まあ、約100キロ地点ぐらいになるんですけども、そこに到着するのを、まあ、待つっていう感じですね。今のところはね、ほぼほぼ23時間ペースぐらいのタイムチャートから、まあ、10分遅れぐらいで、アパリゾートまで入ってるんで、まあ、順位的には徐々にちょっとずつ落ちてきてはいるんですけど、まあ、調子が悪いっていうよりは多分、うん、ペースを刻んで走ってるだけだと思うんですよね。だから周りが多分速すぎるのかなと勝手に、はい、想像はしてます。まあ暑い暑いみんな言ってたんで、ちょっと遅いぐらいのスタートでもまあ、うん、悪くないんじゃないかなと思っております。まあ今年は後半元気に一緒に走れたら嬉しいですけどね。はい、じゃあとりあえず、はい、移動します。どうですか、勝手に触れないですか。まだまだ、まあまだね。今何番って、5、6番手ぐらいですか。5番手かな、今5番手ぐらいですか。まだ池の台がついてないんで、何とも言いますけど、1個前ついてないんで。
そこからまた1時間半ちょいぐらいですもんね。そうですね。そうですね。今朝の5時半なんで、まあ7時前後ぐらいですかね。残念ながら萩さんもまだ、萩さんはその1個前のエイドをさっき出たぐらいなんですけど、その区間はどれくらいかかりましたっけ。1時間またちょいぐらいとか。時間遅いですよね。じゃあやっぱり8時半ぐらいかな。もうすぐ小原さんが帰ってきます。頑張って踏ん張って最高のご飯目指せ。そんな名前、長尾様。はい、長尾です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、よし、ペーサー受付完了です。更衣室とか仮眠所も一応あるみたいですね。まあとりあえず小原さん見たらホテルに荷物置きに行くかな。今5時36分なんで11時間6分ですね。はい、11時間。めちゃくちゃ元気だ。キレッキレですよ。回し始めて今3分40秒なんです。はい、いやーこの撤収。あれ食料袋は、はい、はい、黒姫エイドのトップ通過でした。え、小原さんがでしょ。食えないですよそんな。次のエイドで渡してください。次こそ。次はどこ行くんですか。次あれ笹上。笹上です。あのカレーがあるところ。絶対ねえだろ。まだないでしょ。朝カレーないな、この時間は。で次は西方くんが1時間弱後ぐらいですか。はい、ホテルに行こうかな。よし、じゃあ、1時間後ぐらいに多分西方くん帰ってくると思うんで、それまでにちょっとホテルの方に一回行って、まあ荷物の整理と、あと今ゼッケンもらったのをちょっとつけたりとか、その辺の
準備をして待ってようかなと思います。いやー本当に早かったな。それだけ化け物ですね。元気そうに見えました。おばさんたちも大急ぎで次のサポート地点に向かいましたね。鍵さん早く来て。こちらが出る頃にはもうあれですよね、だいぶ日が上がってるというか、今はまだこう薄暗い感じですけど、うん、多分夜十分汗をかいてきてると思うんで。去年もなんかさっきあれでしたもんね、夜の方が暑かったって言いましたからね。去年はそうだけど、蒸してて、そうなんですね。サポート用品を渡しました。バーそこはあ、ガチソードじゃ誰もいないの？あ、いないです。スペーサーとかサポートはいないんです。フル自分でやってるんだ。はい、意外と孤独なんですよ。まあ、みんなの箸が大丈夫だ。そうそうそう、まあ誰かいると多分気が散るかもしれないです、あの人の場合は。昨年に引き続き萩さんだったんだ。そうです。でもちょっと胃腸やられてて足も引きずってるって今聞きましたし、ハリさんちょっとなんとか言ってやってください。多分それ多分やめる言い訳を探しただけでしょ。こう言ったら周りが言ってくるんじゃないか、そろそろやめた方がいいんじゃないって。そう、もうね、メンタル漏れから言ってみるときもそうだけど、あの瀬尾信香さんとかから連絡来てるんですけど、ちょっともうそういう雰囲気を出してるみたいな。まあまあそういう時の方が意外と調子良かったりすることもあるんで。いけるかな。まあ、去年はここに十何番で帰ってきてるんですけど、今多分まだ60番手ぐらいでいるんで、いやちょっとあんまり具合よくない。痛みはあれだけど、まあ、胃が痛いと体を動かせないですからね。足はいいにしてる。さあ西方くん入ってきました。6時51分、だから12時間21分ですか。でも小原さんから1時間10分差ぐらいですね。あれ木村さんはちょっと落ちちゃった。木村さんはどうだろう。でも木村さんがずっと2位だ。5分10分だと思うけどね、離れ人としても。お疲れっす。ペーサー、ありがとうございます。ペーサー、やばいやばい、ペーサー、ペーサー、ペーサーいねえよ。寝る時間が、でもトーンさんいないから頑張んなくてもいいかなと思って。そうだな、小原さん1時間10分ぐらい前に行っちゃったよ。いや、そんなのいいっすよ。早いよ。エイドはね、今ね、1分10秒、今1分10秒やばいやばい。川内さんは川内さん。やばい。序盤一緒に走ってたよね、川内さんと。さやなき。そうですね。あ、松ももう来てる。さやなきさん、ディアネ。やめちゃった。あ、そうなんすか。なんか調子悪かった。調子はどう？ここですか？うん、ぼちぼち。ぼちぼち。いつも通り。疲れは UTMB の。大丈夫です。大丈夫。多分。こっから分かんないですけど。そうだよね。もう終わり？取れ高少ねえな。2分ぐらい。行きましょう。マジ取れ高少ない人。2分で終わっちゃった。いやー、相変わらずだなー、西方くん。淡々としてますね。あの淡々としてるし、さらにエイドでやっぱり差がついちゃうんで、他の選手と。うん。今回は早く走らない予選にしてるの？いつもあんな感じ。いつも通りな西方くんじゃないですかね。そんな時もマイペース。はい。まだいますね。可愛いの取れた。ヒート滞在2分50ぐらいか。お、次も来た。してますけどね。え？あ、違う。いやいや、でも西方くんほどちゃんと行ってないですよ。
いろいろ波が。そして3番手木村さん来ましたね。西方くんから3分差ですね。ちょうど3分差。今12時間24分です。お疲れ様です。お疲れ様です。ヒヒジャスコに木村さん、でサボトさん行きました。いらっしゃい。今のはご愛嬌です。河内さんも7時ジャスト、木村さんと入れ違いで来ましたね。河内さん入った。ナイスラン、ナイスラン。西方くんはね、10分前ぐらいか。西方くん10分前。え？西方くん、木村さん抜いてます。あ、まあ、前行ってます。いや、すげえな。でもね、木村さん入ってくる時に出てきたから5分、10分前ぐらい。そう、すみません。去年より具合悪そう。誰が？え、そんなことないですか？胃が痛いとか言わないで。いや、具合は良くない。具合は良くない。まあ確かに、でもな、去年の方がこう毒づく元気があった感じがします。いや、もうちょっともう笹上にから勝負かなと。はいはいはい、はい、まだやんちゃしてる。笹上って次ですよね。110キロぐらいですか、はい、去年よりはでも涼しいんじゃないですか。あ、だいぶ、はい、かげってて、うん。食べるのが気持ち悪いっす。無理やり押し込んでる。河内さんが元気になんか食べてるとこ見たことないっす。まあでも基本的にジェルっていうか、そういうルード食はまあ、飽きつそう。いや、もう気持ち悪くても。やっぱ暑さにやられてる感じなんですかね、それとも揺れなのか、内臓の。あんまりロング後半食べれないんですよ、無理やりなんとか食べてって感じで。その気持ちは申し訳ない、全くわからない。え、最後はいつも食べれます、ね、食べれる。あ、いいですね。マジで。きついですね。今何人走ってますか？前は3人。小原さん、西方くん、木村さん。西村さんいないんですね。西村さんは辞めちゃいました。あ、そうなんで、沢柳さんは辞めちゃったりです。そうなんだ。さっき聞きました、違った。多分事実。あ、なんで、まだまだ全然。あー、頑張ろう。なんか持っていけるもんだもん。あー、気持ち悪い。よし、行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。いってらっしゃい。いってらっしゃい。河内さん入った。ゴーゴー。滞在3分半ぐらいですね。西方くんほど速くないけど、やっぱ速いですね。この時間にここいるのは十分速いです。速いし、映像タイムも速い、映像アートも速い。そう、あんな具合悪そうだけど、ちゃんと食べていきましたね。ちょっとでも足取り重いな。気温は去年よりはやっぱ涼しい感じがするから、復活に期待。天気がね、持ってくれるといいですけどね。まあ、そうですね。なんかすでにちょっと降り出しそうな。次来た。ルールがちょっと怪しいですね。高丸くんは具合はどうなんですか？
特に問題なし。貧血は感知したの？いや、なんか持ってけ前先々週測りに行ったら、うん、あちょっと悪化してます。悪化してます。やっぱちょっと残暑でやりすぎてる感が。ご自転の後すぐ合宿やったのが、あやりすぎたかもしれない。確かにそうだね。あそこああいうのは体調が万全の時にやるもので、そういえば。治った気になったんですけど、それで調子乗ってやったから。まあ、いや今日も無理しないようにして。まあまあ、ペーサーはジョギングだからね。あ、頑張って、まだ時間たっぷりあるから頑張ってください。待ってます。もうゆっくりでもいいから、まだ全然時間あるし、頑張って、ハリさん。はい、待ってますよ。はいはい。はいはい、ということです。はいはい、ありがとうございます。劇が入り、劇入りました。っていう感じで、はい。あの、あ、いやいや、大丈夫です。ということで、黒姫は盛り上がっております。はい、なんで、まあ、楽しい黒姫に来るか、まあまあ、本当、やばそうだったら、あの、帰れなくなってもまずいんで、気をつけてください。了解です。本当、暑くなったんで、気をつけてください。また、暇だったら連絡ください。はい、じゃあ、頑張ってください。はい。萩さん、うん、萩さん、いや、だいぶやばそうだけど、だいぶやばそう。そうそう、まあ、村井さんの元気が入ったらここまで来るかもしれない。そっか、やばい、選手暑そう。いや、これやばいっすね。去年より暑いかも、このじりじり。今さっき誰が来た？今、あの牧野さん、あれだ、TJR とかランボーの方でしたっけ。なんかあのボルケーノも出てましたよね。あ、そう、TJR も出てるし、市街地とかなんかすごい、長いのめっちゃ早いです。でも短いのも早いです。なんか新城で自分より前に多分 32K で入ってて、あ、長いのも強いけど、こういうところも強いんだなって思った記憶が。オールラウンダー、何でも強いです。すごいすごい。ちょっとお話ししてみたいけど。ともひこさんがもうすぐやってきます。今もうじゃあ、でも10番って入ってるか入ってないかぐらいで来るんですかね。頑張って、そんな感じ。10番前後ぐらい。牧野選手、すいません、爽やかですね。そう。だんだんどんどん厳しい環境になってきました。さあ、萩さんは何時間後にここにたどり着くでしょう。まさかの走ってる映像がない動画かもしれない。やめるつもり？いや、そう、まひなもやめてるぞ。え、あれか、まひなちゃんやめてる。チキンの子でしたっけ。はい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 。ああ、そうなんだ。過酷だな。次々と人が次々と辞めていく。そして、ああ、そして萩さんも。今時間は7時52分なんで、13時間半くらいか。ですね、13時間22分か。だんだん DNF のランナーが増えてきて、120人ぐらいもうやめちゃった。この暑さだから ね、みんな暑熱順化は仕切ってる時期なのにもかかわらず、ね、大変だよ。あ、やっぱりアミルさんですね。来たよ、来たよ、来たよ。ちょっと足取りがどうでしょうか。あ、でも元気そうです。もう元気に食べてる。元気そうですね。これ、アミルさんが7番手ぐらい、そんな、あ、じゃあ7番手ですね。牧野さんが6位で、アミルさん、高橋さんが7番手です。もうちょい頑張る。よかった。大丈夫、はい。
頑張ってください。頑張ってください。3分ぐらいの滞在で行きました。もうちょっと。でも座ってないからやっぱ短いですね。あ、そうですね。やっぱね、座り込んじゃうとやっぱ。ちょうど8時、女性トップ向井さん帰ってきましたね。3時間半か。さすがだな。チームのぐちんこ。チームのぐちんこ。自分は関係者だから入っていい。あ、大丈夫です。あ、大丈夫だと思います。この辺みんな日陰、日陰人。日陰。はい。萩さんは。萩さんはちょっと去年の萩パワー。まだちょっと今のところまだスイッチ入ってない感じです。長尾くんが来たら、はい、ここから本気。ここから本気出してます。50人抜き。まあでもリアルに具合悪いみたいですね。あ、そうなんだ。はい、一応やられて膝も痛いって言いました。あ踏んだり蹴ったりな。野口さんはまあ20位ぐらい。あ、でも、うん、あと30分ぐらい。あと、おいっす、高さんお疲れです。ナイスサポート。疲れたんで、はい、もう全部ともさん。ここは辛いな。具合悪いな、しょうがない。今回出番から50何位だったから、あ、抑えてるのかなーって。あ、でもね、あ、バンフとかはほぼ予定通りっていうか、うん、あれくらいで、うん、あれくらいで多分23時間ペースぐらいだったから、全然悪くはなかった。まあでも確かに最初から、みんな早いよね。そうそうそう。まあでもね、20時間切るペースで走ってる人たちに引っ張られてるから、みんな速くなっちゃう。それでみんな潰れるのかな。トミさん出たことあるんですか。ないです。来年走る。自分も走る、来年は。走りたいな。そう。ね、新車ちょっと、見てても楽しいけどね。まあ、見てる方が楽しいかも、もしかしたら。もうすぐ、もうすぐ来るかな。8時10分。早いよ。ナイス、ナイス。ナイス、早い。すごい。本当に早い。やばやばいやばい、早い。とりあえず、臭い。体が臭い。ファイントラックとモネベルとりあえず、ちゃんと足は残しちゃいます。やばい。素晴らしい。期待してますよ。これ、坂丸くんの手腕が問われるね。めっちゃ人数抜いてきてない、ね、今デッドラインだから入賞のでもお元気そうだから全然あれです、ね、これからまくっていけるかもしれないし、あれ野口くん通った、野口さん好調で嬉しい、お疲れ様です、はいっす、あ、暑いな、でもこれ最高だな、ここ語学使用のあの、うん、ちょっとまた落ちてるんで、あ、あざす、すごいね、トラクタのゴールマニエさんのゴールが、ちょっと25分ぐらいちょっと遅延しちゃってるけど、高丸の高丸のところに足を残していかない若干脅迫かめまた公民の時見てあい、またあいつ潰れたよって言わせないようにあれ、後藤さんか、早い人、あ、早い人、あのね、マラソンもね、はい、カスタマラソンの時になんか途中一緒にちょっとすれ抜いてまた抜かれてみたいな、 なんとかかますの、あ、そう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 最近よくも名前を強いですね、でもね、やっぱね、うん、多分20、30番手あたりを序盤走ってたから着実に、ちょっと遠いけど、うん、
今江戸滞在3分ちょいぐらい経ちましたね。いってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張って。頑張って。頑張って。行ってらっしゃい。すげえな、上げてきた。総合10位、男性9位で来ました。大体6分半ぐらいですね。トラブル大丈夫だし。さっき押さえて。押さえた。キャンプさんで。よし。よくやります。よし。座って座って。靴買いますよ。めちゃくちゃ暑そうだった。はい。ピアローションも買いたい。脱いたい。汗だと入っちゃうかもしれない。あ、これも上着買います。ブンちゃん。じゃあ一回ね、タオルみたいなの。めちゃくちゃ楽しみにしてますよ。貴族貴族貴族最後で、はい、あんま下行かないです。萩さんも体調悪くて、分かんないです。待ってください。靴下ロングで行こう。ロングで、ロングの方が落ちにくいから。どうしよう。テングダムに塗りますよ。テングダムに行ってから。テングダムに、ちょっと PR が手についちゃった。じゃあ俺リングバウム、ね、あ、お願いします。係を分けないといけない。ちょっとぬるぬるぐらいがいいからね。あ、じゃあここ48分のプランでしたね。シャツこれでいいの？これでいいです。55タンクトップと擦れる気がする。オーケー。水入ってるから、ね。戸田さんも来たかな。どうすか。具合は皆さん。まずまず優勝おめでとうございます。あ、今日の言い訳作りに。いや、いい感じじゃないですか。でも、まだトップ10いけますよ。こっから何人ぐらい行ってるんですか今。今戸田さんで30番ぐらいですか。何ですよ、ここまで。そんな30番も30人もいないし。あ、そうなんですか。はい。15人も行ってないですよまだ。え、マジですか。はい。あれそんなことない。戸田さんで18番手ですね。三浦さん結構いい。あ、三浦さんやっぱり12番手で行ってますね。ですよね。はいはいはい。総合ですか。総合です。女子って何人いてるの。2人です。2人です。今3人目の深井さんと誰か徳本さんっていう方ですね。大内さんまだ今来たんですかね。今来てますね。なんかゴミさん早くてね。え、ちょっと自分気づかなかったです。もうついていけなかったです。今から、ね、すれちゃってダメだ。あらら。そこに今、ちょっとね、野口さんもいますけど、トモさんがペースです。あ、本当だ。
センサーついてる人が近くにいると相乗効果で。ああ、そうっすね。まだ他人が合わないってことね。もうできる。どこかにあった。ハギさん結構後ろっすか。ハギさんはまだ、あ、もう多分まだ一個前についてないんですよ。あ、マジっすか。胃腸トラブルでだいぶやられてるんで、もしかしたらちょっとやめちゃうかもしれないですね。序盤からめっちゃもう、ね、そうそう。野口さんファイト。トモさん、野口さん、いってらっしゃい。頑張って。アキラさんにお会いしました。そういえばそういえばカメラを向けていなかった。初めまして。いや、初めまして。ね、走る、走りませんよ。一人で走る。別に許されるんね。あ、いいぞ。あの、もうむしろこれ外して走った方がいいんじゃないですか。ったら逆に逆に逆に行く。これついてるから。え、だって今つけてるから。いや、中入るんだったら。あ、中に。あ、そうか。え、何、何、もしや、何、食べるために。いや、違います。ここで食べてたらしいよ。S、S、S どうしたんですか。 S はもう終わりですもん。終わりでした。マジか。残念だ。大丈夫、つける。ね、まあまあ、もう過酷ってことですよ。過酷なレースですよ、本当。じゃあ、暫定であれ。下でダメだった。いや、わかんないです。なんだろう、どうしたんですか。あ、電池、とりあえず。さやなみさん、どうしたんですか、結局。足痛い。足が痛い。足球筋膜炎。ああ、じゃあもう、もともとの患ってたところが。そうですか。まあ、怪我しなかったら行きます。うん、まあね、直さないと。直してから。ということです。あれ、萩さんは。萩さんはめちゃくちゃ具合悪くて、もう、だいぶ後ろに。マジ。マジか。みんなに聞かれるけど。そうだよね。こういうような感じ。ああ、萩さん。来るここに来るまでの間、次郎さんたちと一緒にあのポッドキャスト聞いてました。CS カロリーの国に住む人ね。はい、よろしく。サロニーニョ、ちょっと YouTube デビューしたいな。いやいやいや、お子様は大丈夫ですか。大丈夫でしょう。どうぞ。顔変わるしな。あ、確かに。タロー、おいしい。タロー人形、おいしいね。な、渋いかもしれない。もうブドウに必死だよね。おいしいね。パパ頑張ってんね。え？おいね、これは頑張っちゃいますね。うん、ね、元気ですね。うん、よし、こっからはせんべいでいこう。よっしゃ、せんべい。今まではせんべいじゃなかった。いや、せんべいは食えるんだよ。ポッキング活用だ。よし、時間が9時20分ぐらいか。わぁ、めちゃくちゃ暑いっすか。そうだ。もう、ここから一人も抜かれないように、頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張ってください。いらっしゃい。もうそろそろ、もうそろそろ。そしたらちょっと唇に色戻してきたから。夜が明けたし、歩いてる服に復活するかもしれない。5時間歩いてた。多分5時間ちょっと歩いてた。まあまあ、しょうがない。もうでも、ありがとうございます。そこまでお越しいただいて。それがアパの次のとこでしたっけ。アパの次なんだっけ、名前忘れた。アヘ少年の家でしたっけ。そっか、そこからがまたさらに過酷な戦いの始まりだったのかもしれない。遮るものないし、チャンピオンが登りくる。ああ、そっか、あそこか。そこ聞いてくる。もう夏がついてから見てるかもしれないです、今頃。多分、さっきね、そう、さっき言ってるけど、もう4時間ぐらい前ですけど、いっぱい電話かかってきて、かなりやばいっていう話。とりあえず着きましたって。来た。とりあえず。どうすんだろう。あ、じゃあまだ考えてる。うん、考えてはいると思うんですけど、まあ、無理はしない方がいいかなっていう感じになってきて。それかカモファイターをやるかっていう感じになるかもしれないです。はい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 。私その場にいたら、とりあえずカモロ姫まで行ったらって言っ。ね、どうでしょう。今ね、ともみさんたちがあそこにいるから、そこで何かコミュニケーションが。長尾は何も仕事しないから、ポケーっとしてるだけ。パーフでジェル渡して、あとは感染してるだけ。はまた別の友人。別の友人のゆりさんじゃないですね。ゆりさんの今前20分ぐらい走ってる。ああ。
いや暑いですよ。暑いし夕立予報ですね。自分はちょっともしかしたら走れずに終わるかもしれない。なんか調子悪そうっすね。あ、見ました？見てないですけど、はいはい、ここだけだと。タイムだけだと、そう。明らかにこんなとこ走る選手じゃないの分かってるかな。もう、なんか5時間ぐらいかけてやっと行きの平に今着いたんで、あ、まあここまで来る気があるかどうかですね。2時にカットオフなんで、あと4時間ぐらいあるんですけど。さすがに。ここには来ますね。うん。いやでも。ここには来るんじゃないですか、さすがに。前の区間5時間ですよ。大丈夫かな。あ、でもあれがあるから、赤倉あるから。そうですね、そうですね。妙高自然、ん、違うな、黒姫自然の家。あ、まあでもそっか、池の平までが長いんですもんね、結構ね。いや、そこが壁が2枚、うん、1枚チャンピオンロードの壁っていう。だ、黒姫まではまあそんなに600アップぐらいなのか、うん。いやー、600アップも半分ぐらい階段で上がって、だいぶ浮きやすかったよ、ね。さあ、来るのか。まあ、出番が過ぎのぐらいまでは最低行きたいですよね。もう一個ぐらい。ずっとこのまま走らずに終わるっていうのは、まあ、それはそれなり。ひたすらひたすら江戸風景を撮って帰ります。ああ、旅できた。ナイスだな。あれ、なんか、なんか昨日見てた人が、はい、昨日復習しました。あ、本当ですか。まだここにいますよ。両方空にして水入れてもらっていいですか。オッケー。萩さんは？萩さんは今さっき池の平に着いたんで、ちょっと具合悪いみたいで。暑いっすね。かぶり水してきた感じですか。びっくりした。全部汗かと。氷あるんですか。うん、氷ある。あ、飲み物は水で。水でいい。はい。氷はいらない。はい。ユガさん、水あります？水はない。あれだったらそっちの中入っちゃえばサポートエリアになりますけど。大丈夫ですか？邪魔なりそうだから。いやいや。全然黙って行っちゃうし、行っちゃったりするさ。怒られてる、怒られてる。いいんだよ、別にそれでも。あ、なんで？池のポリシー。いや、死んだばあちゃんに言われてるとこじゃないですか。質問手を挙げる。あれ？あれ、鈴木さん。あ、鈴木さん来てますよ。膝痛いってこと。膝痛いの。膝痛い。ビーちゃんじゃない、ビーちゃんのじゃない。あれ、ロリに会いに来た。あれ、なおさん、あれ、萩さん、今さっき池の平に。あ、マジっすか。え、後ろ全然私の全然見られないですね。さっきのなんだっけ、青少年のどっかで雇ってたんだよ。あ、そうなの。うんうん。どういう役だったの。頭に入ってる。膝が痛くなった。大丈夫になった。気のせいか。どうですか、調子は。今さっき膝を痛めました。今さっき。さっきの看板見た後に痛めました。あ、ビキッと。いや、なんかね、急にこう痛くなって、はい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 、上げると走るといけないんですよ。気のせいだ。痛いのは気のせいだって。走れんなら大丈夫だと。すごいね、信川さん最強だね。自分が知ってるランナーの中で一番最強だ。何言ってももうノーダメージ。風が吹くと涼しいんだけどな。やろうじゃん、塗る。じゃあ、塗りタイムといきますか。塗りタイム。手袋あるから、それで。オッケー。NBA といえば、リアルバッション。テングパン。ガオ君が走らない可能性あるから、ちょっとここら辺で取れ高とか。取れ高しましょう。リアルローション。とりあえず野口さんが塗りまくられてるのは取ります。バッチリ。あ、出た、手袋。モザイクかけないね。モザイクかけない。
足にモザイクですか。足にモザイク。マグネシウム。あ、それ持ってきてない。それじゃないんです。あれマグネシウム持ってなかった。テーピングはげるとか、テーピングとか取ってきてるんだから。また後で次これも。うん、その意味には絶対行ける。氷は氷。赤すりみたいなやつ、砂でジャリジャリして、赤すりみたいなやつ。赤すり。父さん、すみません、ちょっと犬を。いいですよ。ありがとう。しっかり持ってください。ヒアルローションは、今このままだと26延長に行けば。オンタイム、オンタイム。まさかの。いいペースです、全然。で今、温存してるなら、最後のところで爆走さえできれば。いや、すげえ歩いてましたもん。もうちょっと行けるいたの。僕、すごい走れるとこじゃなかったけど。結構。登りだっけ。最初なんか抑えすぎて、フィールさんに追い抜かれて遅くねって言われましたもん。マジで。30時間ペースだよって言われて、それからちょっと上げました。今一番最後だよ、シュレックの。よし、オッケー、やばい、オッケー、それやばいっすね。落ち着く。ゆかさん、なんかゴミ袋とかなんか。あ、置いといて、置いといて、置いといて。いいですね。PR ローション集がする。そう、行った。あれだよ。盆栽さん、今映像ワーク5分、6分ぐらいですね。え、盆栽さんも打てるの。いや、こういらない。1回映像、うん、あの後に山の天然水なんかジャスできるから。あー、じゃあ今帰っていて、まあ、いいね。決定事帰って、これ使わないから、この中のベンチにそのまま。ハンド使わないから、ヘッテンだけで OK。 ヘッテンは、ね、あ、山さんも来たな。何飲んだ今。ちょっとちょいで、ちょいで。まだあるから、ちょいで。12キロだったな、うん、矢野さん。やばいね。大丈夫ですか。ダメ。お疲れ様。でもここまでよくぞ。いやー、すごいすごい。すごい。ローション、ローション、ローションマーサーすごいわ。ゴシゴシやってるの。はずきさん、最初の方にありました。ちょっとこちらでお会いできました。ゆかさんの後ろにいるのに、うん、ちょっとペース落ちてるみたいです。めちゃ汗だくじゃないですか。もう今ここまで来るだけで走ってきた。もしかして。いやいや、下から掘ってるから。ああ、はい、もう夏だ。夏だ。夏だ。ありがとうございました。大丈夫か。だから分かってるの、これだ。ベンベンちゃん。ワンちゃんは飼ったことないから価値が分からない。かわいい。ワン、いらっしゃい。頑張ろう。じゃあ、ささがみにね。頑張って、行きましょう。みんなで家から隠してここにいるつだったの。まあ、変に冷たすぎるよ。あ、そうですか、写真撮んなかった。まだ言いやられてないから。そうそう、走る前から言いやられたらおかしい。前日食いすぎだろお前って言われて。何食ったんだよ。一応揚げ物は控えました。楽しそう。こうやって、みなこちゃんみたいに、こうやって、こうやって。みなこさん、最初に抜いたとき、後ろにベタ付きで追いかけてて、やばいと思って。で、そのまま転校して、2人ともでも楽しそうだから、いいですね。ゴールするときも、もう、イエーイとかやって。100本。
怒られちゃう。表彰登録。表彰。そうそう。それはさ、すごい溜まっちゃってさ、もうどうしたのって、いや、ゴールのポーズが。いや、ちょっと後ろから、後ろから決めかねて。どうしようかな。早く行けよ。怒った。怒った。大事なゴリゴリ。移動滞在9分半ぐらいですね。9分半。ちょうど10分ぐらいがいいかも。ゆっくり。YouTube に残ってしまう。え、そう、記録してるんだよ。全部撮りしてるんだよ。ただ走ってない動画。はい。エイドワークを全部こう繋いでいく。お。じゃあ、ハギさん、その日。はい、追いかけられる。頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、ピさんもよろしくお願いします。頑張ってください。いらっしゃい。スカッよろしくね。イエーイ。ハレー。いらっしゃい。ハレー。向井さんが、え？向井さんがトップになりそうですね。あ、向井さんは相変わらず総合でなんかトップ8とかで走ってます。こんな、まあ、どこまで進むかね。グロッキー気味でもトップ女子トップのことを気にかけるやつ。投資が失われていない。これ自分だったらここに座ったらもう立ち上がれない。ここに出た瞬間に、うわ。あ、ちちち。池尾タイルで目がね、無理やり出てる。いや、きついっすね。いや、ちょっと食べつつ。まあまだ全然時間ありますからね。うん。あと3時間半ぐらい。なんかいっそもうライジングホテルでちょっとゆっくりしていったらみたいな。これから戻ってきてもいいぐらいかな。ここも暑いっすもんね。女性はどうだろう。そうですね、池の体キロ10ぐらい。あ、じゃあそれでいけば乾燥できます、ね、余裕で。いけなそうっすか。いや、多分ギリ間に合うかもしれないですけど、なんかここ通っちゃえばそんなにこの先厳しくないみたいな、まあ、ただどうですかね。どっちでもいいですよ。戸田三浦長野の戦いはどうですか。三浦くんが12番手か13番手ぐらいでたみたいな。ちょっと見逃しちゃったんですけど、すぐ後ろに戸田くんがいい。戸田さんは16番ぐらいでしたね。戸田くん狙ってるね。いいんじゃないですか。なんか、まあ、でも、うん、どっかが擦れてなんか痛いとか言いながら処置していきましたけどね。そうそう、まあまあ行くんじゃないですか。その手袋はまさか。まさか PR ロッション出るのか。塗りたいところに帰ってきた。あ、もう今もうさっき私のペーサーする選手より遅く来て、結構座ってなんかもう手が真っ白だった。なんかね、具合悪そうな写真が。黒姫までいけるかなみたいな感じ。結構だいぶ厳しめな感じだった。そうですね。ここまで3時間半ぐらいかカットオフに間に合わせるんだったら。そう、なんかもう関門もやばいかもって。そうそう、あんま無理しない方がいいですね。ジュさん、あれだな、来ない方が良かったかな。いや無理させちゃってる感じがね。でもそれがね。まあまあね、完走が目標だったらね、あれなんだけど。そうそう、まあまあなんとも言えない。なんかもうね、全然食べないで走ってるって。やばい。ハギさん、そんなことしたことないでしょ。大丈夫かな。違う練習が始まった。今日の練習で脂質代謝が更新するかもしれない。練習じゃねえつん。いやー、でもちょっとあんま無理しない方がいいなっていう雰囲気。そうそうそう、結構暑すぎるんで、そう、なんかあってもね、嫌だからね。みんな言っておりますが、とりあえず萩さん向かっております。萩さん具合悪いです。胃腸トラブルと手が真っ白で、そう、足も痛い。そう、一個前でともみさんたちが見てくれたんですけど、だいぶやばい。
まあ、ちょっと本当にヤバそうだったらここに来てもちょっと先に行くかどうかは、まあ、入賞争いにしに来たから、まあ、自分はもう大さんの言う通りここまで来てくれれば満足です。まずはこんなになるか、インスタグラムになったんですね。 GoPro じゃないんだよ。 GoPro もありますよとりあえずそういろいろ試し実験中です。あれですね、野口さんいいっすね。いや、いいっすね。いやこれは24切れんじゃないかな。 あれ去年24時間24時間45分とかで、あとマグチンコの方が1時間ちょい早いんで、おお序盤から早かったですからね潰れるかなと思ったら全然。ここ出る時も結構元気そうでした、ね、やっぱり、はい、LDA 名物の PR& テングバームでもドロドロベチョベチョすごかった。なんか最近はもうあのチェストベルトにはめちゃったりしてるから、そうそう意外と大丈夫です。そうさあ榊来ました。そして暑い、ジリジリしてるあ、こんな感じね。レーサー待機場、あそこか、あそこか。あ、お帰り。お、帰りなさい。イエイ、頑張ったね。あとはともみさんについていくだけだ。なんかまだ全然元気そうじゃない。いや、元気ではないです。足も結構疲れた。いや大丈夫、大丈夫。元気出た。この区間結構きつかった。あ、やべちょっと大丈夫コーラおかわり、コーラ飲む、あ、ちょっと飲みたい、ちょっと飲みましょう。よし、なんか体調とかは、あ、でも若干胃腸がやられてたんで、自分もやられない方がおかしいもんねこの厚さ。つまりこれ全部持ってるよ。このジェルは全部もういらないっす。もうウィダーオール。今日ウィンダー持ってる。ウィダーを入れたいっす。うん。ワイワお疲れ様でした。大丈夫ですか瀕死じゃないですか大丈夫です。もうだいぶ歩きましたね下りがもうちょっと、でも思ったより早かったですねフラットはあったから、ここ座っていいんですか。もう全然何も取れないから、ああ前の映像で食べたものだけで走ってきたいやー、萩さんがこんなにやられてるの初めて見ましたまあめちゃくちゃ今日はあれですね、過酷でしたね、また